はい、今ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、まあ、DJ 丸が、まあ、逮捕されたっていうことで、戦慄カナダのね、暴力っていう、されたね画像をちょっと入手したんで、まあ、これを見てほしいんですけど、いやー本当にね暴力許せないなっていうのは思いますね。で鼻の方がねちょっと腫れてるっていうことで、まあ、それがすごくね心配やなっていうのは思ったんですけど、いやー最近ね、まあ、いろいろレベゼンのメンバー脱退してるじゃないですか。で、まあ、脱退の原因とかいろいろあると思うんですけど、やっぱりね、まあ、女性に対して、まあ、暴力するっていうのはねちょっと許せないなっていうのは思いますね、うん、でちょっと今、うん、仕事の休憩中でちょっと動画回してるんですけど、今ちょっと飯田橋ら辺いるんですけど、ね、暴力で捕まったっていうことでね、ああほんま許せなっていうのは思いますね。でちょっとブラッて しようかなと思いますね。ちょっと危ないな。東京農業大学開校の地、方にはちょっと法政大学とかありますね。飯田橋でこっちが後楽園、水道橋らへんですね。あっち東京ドームとかですね。で最近ずっとこの辺でねちょっと仕事をしてるんですけど、ということでちょっとね、DV するやつはね、ほんまクズやなっていうのは思いますね。